今日からあなたと共に。1973年に発行された新聞広告。この年からセンチュリーロイヤルホテルの歴史が始まりました。札幌駅のすぐそばにあるセンチュリーロイヤルホテル、閉館まであと1日となりました。半世紀にわたり移りゆく札幌の街を見つめてきたセンチュリーロイヤルホテル。入居するビルの賃貸借契約の終了に伴い、明日51年の歴史に幕を下ろします。正直この日が来ないでほしいなっていうふうにずっと思ってて、いよいよ来たかという感じで、複雑な思いです。本当寂しいです。開業当時から親しまれてきたのが、最上階の23階にある道内唯一の回転レストランです。床下にはおよそ56メートルの円形のレールが敷かれていて、レールに沿ってタイヤが回り床が動く仕組みになっています。3時間かけてフロアが1周回り、食事をしながら札幌の景色を360度楽しめます。こちらの女性は6年前結婚式をこのホテルで挙げたそうです。閉館が決まってからは月1ぐらいで来させてもらっていて、あとはずっともう結婚記念日とか誕生日の時は必ずこちらに来るようにしていました。まだ実感が本当に湧かなくって、建物があるのにやっていないっていうのがすごく本当に実感が湧かないところですね。はい。ホテルで使われていたこちらの食器やハンガーなどはこれから北海道博物館で展示されることになります。センチュリーロイヤルホテルの R の文字が描かれた食器に1980年代のパンフレット、ホテルで使われていた数々の品は閉館後北海道博物館などに寄贈されることになりました。博物館の方で預からせていただくということで、そういった記憶を未来につないでいく役割を果たしていければというふうに思っています。働いてきた私たちの何でしょう、証というか、そういったものもですね、後で振り返られるっていうことも一つ大事なことかなっていうふうに思ってます。ゆっくり過ごしていただいて、最後のセンチュリーをですね、存分にご堪能満喫いただきたいなというふうに思います。